るか。さあ、大きく揃えたボールは88キロでした。お疲れ様でした。続いては東海ラジオ、井田達也アナウンサーです。2度目の挑戦、以前より体重が増えたとのこと、その思いを生かしてどうぞ。セットポジションから、さあ、大きな掛け声、73キロでした。 SKE48 のエデのカウントダウン3-2-1の中継レポーター、飯田マンとしてのご活躍。第9球、飯田マン、どうだ。61キロでした。お疲れ様でした。続いては NHK の酒井真理子アナウンサーです。社会人になってから速報チームで外野手の経験があったとのこと。それではその経験を生かして投げていただきましょう。第9球、大きな拍手を送りください。以上、